昨日のカウントダウン休んでしまいましたけど大丈夫よね。誰もあの挙撃室長の犠牲になっていなければいいのだけれど。メイコさーん。あら、あなたはどうしたの？カメラマンまで連れてきて。はい、その千景さんからのお届け物です。ん、メモ？どれどれ。昨日休んだ分今日は一人で頑張ってですって。はい、それで私がその見届け人ということでここにお使いにやってきました。ぐっ、私とあまり面識のない子をよこすことで断りづらい状況を作ってくるなんて。ん？しかもなんだかすごく純真そうな子だし、挙撃室長め相変わらず絡めてよ。あ、そうです、もう一つ伝言がありました。な、何かしら。2年前の課外授業のこと覚えてる？だそうです。はい、はい、どうも、ラブシックバキーズカウントダウンムービー発売4日前です。アパートで繰り広げられる人間模様だけではなく、ここ波多尾学園でも巻き起こる様々なドラマもまた見どころの一つです。映画あり、友情あり、都合かも、ほんといろいろ何でもありなこの作品、お楽しみに。ラブシックパピーズ、僕らは恋するために生まれてきた、発売4日前です。どうぞよろしくお願いします。あの大丈夫ですか？大丈夫です。これで約束は果たしましたわ。早く挙撃室長に報告を。はい、ありがとうございました。失礼します。言ったわね。うわなんであのことを挙撃室長が知ってるのかしら。仕入れてくるのかしら。恐ろしい。